行きたかねえんだよ、こっちは会社によ。世間ではよ、もう動き始まっているからよ、今日1月14日らしいじゃん。はあ、明日からも仕事だよ、今日も明日も今週土日もさ、終わってるよな。本当製造って見下されてるよね。なんでって営業が毎日定時でさ、営業しなくても仕事入ってくるからさ、定時で帰って派遣社員にはなんとうざい態度取られ、許せねえよ本当に。何なんだよこれ。でしかもさ、毎日9時までやってさ、この前3連休仕事出てさ、0円ですせ。平日は40時間超えたら残業つくなったかな。詐欺会社だよね。まあ他にもきついとこあるかもしれないけど、本当に本当に見分けなきゃいけない時が来たんだなぁと思うよ。じゃあ無職になったらさ、何するかっていう話だよな。稼がなきゃいけないからね、貯金なんかないから。本当に少し共感してくれた方がいてくれたら、チャンネル登録と高評価、低評価でもいいです、ポチッと押してください、お願いします。あとコメントなんかもらえると最高に嬉しいね。本当苦しいから、辛い。休みがなくて金土日月3連休9時ってきついよ本当に。それがまた次の週も続くんだから、その次の週も。うちみたいなさ、実は会社で来た注文をキャンセルなんて絶対できないからね、でそれでまたさ、今日も注文来ればまたやらなきゃいけないから、もう残業11時12時とかそうなんになるよな。舐めてるよ本当に会社はね。本当許してねえよ。